結婚してからが本当の戦いだって言われてるそうだけど、僕やお前が考え、マリウスを守った奇跡。ダーイラの子供らはいつの間にか消え、それにつられて魔物の群れも消え去った。オービル漁師たちの活躍と義勇軍の奮起により、ジュワン島にひとときの平和が訪れていた。くそ、逃げられちまったな。魔物の群れもいたんだ。あのまま続けてたら自利品だったかもしれねえ。逃げてくれてちょうどよかったか。そうだね。彼らも限界が近かったよ。訓練を受けた兵士とは違う。どこかが崩れた後だったら、多くの犠牲者が出ていたかもしれないね。二人とも、あなたたちのおかげで島が救われたし、義勇軍も一つにまとまりそうなの。あれから、みんなと話し合ったんだ。本当の敵は誰なのか、何に立ち向かうべきなのか。確かに教会のやり方には思うところもあるが、まずは魔物を倒すことがみんなの安心につながるだろうって結論になった。当面はそうだな。うん、それがいいよ。そういえばマリウス、あなたって私と名前が似てるわね。え、あそうかな。あ、まあ言われてみれば確かに。あなたって騎士様なんでしょ。じゃあ王女様に会うこともあるのかな。どうだろうな。まだ見習いだからな。会えるかどうかは。もし本物の王女様が生きてて会うようなことがあったら伝えてくれない。偏僻な島に、あなたと似たの、ちょっと偽物の王女様をやっただけであんな大変だったんだから、本物の王女様はもっと大変なはずよね。だって、国民全部の期待に応えなきゃならないんだもん。だからさ、あんまり頑張りすぎないでね。子供の頃からあなたの大ファンだった子が、そう言ってたって。マリー、うん、わかった。君の気持ちは伝えるよ。絶対に、必ず。オーベルに戻らずオートに向かう。今回の報告だな。しかし一体どう説明するんだ。
まあその辺は俺に任せておきな。そう、もっと大きな問題はあのガキどものことさ。苦労かけるな、モーリス。オーベルの領主ジム。それじゃあ俺たちはそろそろ行かないと。そうか、残念だな。バイバイ、素敵な騎士様たち。僕も一緒に戻るよ。アーデルハイド様に報告しないとね。俺の武勇でちゃんとアーデルハイド様に伝えてくれよな。約束だぞ。いや、その約束はちょっと。みんなありがとう。そしてまた会おう。うん、ジムもマリーもみんな元気で。別にあいつはそんなことで怒りはしないだろうさ。事情が事情だしな。あんまり気にすんじゃねえよ。はい。それにしてもココン村が廃村だ。あそこは薬草の産地として有名なんだが、医者も多くいるって。ペタル村の騒ぎの時はココン村から医者たちが派遣されてたみたい。デフロットさん。あ、いや、ほらほら、館に戻ってあいつに報告するぜ。わかりました。ココン村が廃村に。あくまで噂らしいがな。だが実際商人が抱える薬草の在庫はほとんどなくて買えなかった。本当だとしたら大変だぞ。薬草は旅人だけじゃなく一般市民も日常的に使う必需品だ。あの村は国内に流通している薬草の大半を生産してるんだぞ。それでよ、ちょいと提案なんだがよ、このココン村に行って薬草を直接買い付けに行きてんだ。薬草を買い付けに行く？けど商人たちの噂じゃ。噂は噂だろ。この目で確かめたわけじゃねえ。それにお前らも知ってるだろ、ココン村ってのはそこそこ大きな村だ。そんな村が急に廃村になるなんてちょっと腑に落ちねってのもある。確かに妙な話だな。ついでに言うと、事情はどうあれこの仕入れの様を知られたらおっさんに大目玉を食らう。おっさんがいない間に帳尻合わせちまおうってだけの話さ。他の物資も全体的に減っているんだ。モーリス様もそういう事情なら汲み取ってくれるだろうけどな。まあそんなに難儀な話じゃない。俺一人でちゃちゃっと言ってくれば。デフロット、俺も行くよ。おいおい、お前までついてくる必要はねえだろ。ココン村の件は俺も気になるしな。それに漁師の俺がいた方が買い付けの話は進みやすいだろ。あいつの気も紛れるか。オリビエの一件でずっと悩んでるみたいだしよ。漁師としてのあり方と信じた正義を貫くっていう相反する問題についてよ。ああ、もうしょうがねえ。言い出したら聞かねえからな、お前は。で、当然お前も来るんだろ。え？あ、いや、僕は。デフロット、道から外れているようだが、こっちで会っているのか。ああ、ペタル村とココン村の間にはな、お互いの村をつなぐ洞窟があるんだよ。こっちの方が街道から行くより早い。
マリウスもしっかりついてこいよ。ここら辺は足場が悪いからな。言われなくても分かってる。急に地面がデコボコに。うわっ！分かってねえじゃねえか。うるさいな。お前が話しかけるから少しバランスが崩れただけだ。それにしてもこの道はあまり整備されていないようだな。ああ、そりゃ村人しか使わねえ道だ。それにさっき言った通り足場は悪いからよ。馬車ならちゃんとした街道。行商人のような大きな取引だったら確かに街道を使うべきだな。嫌な匂いがしてきたもら。魔物。やっぱりな、魔物が居つく場所としては十分か。魔物が出るようになっては村人たちもこの道を使うのは難しいだろう。根本的な解決にならないが、ここにいる分は俺たちが倒していこう。ああ、仲間に嘘をついちゃいけない。あの呪腕島で僕はマリーに言った。マリーは勇気を出して真実を告げた。それに引き換え僕は、あの言葉は僕自身に向けたものだ。いつかは言わなければならない。だがあいつの枷にならないだろうか。僕はあいつのもとにいてもいいのだろうか。ペタル村とココン村の間にこんな洞窟があったのか。地元のやつしか知らねえ道だ。下手したら街道行くより安全かもな。だが今はさっきみたいに魔物がいるかもしれねえ。今この道を使うのはココン村の、それもよほどの理由がなけりゃ使わねえだろうな。え？なんだよ、人の話を聞いてなかったのかよ。ああ、すまない。少し考え事をしてた。おいおい、こいつも出発前から変な感じだったな。呪腕島から帰ってきたからか。たく、主も従者も揃って、ない。し、二人とも。
るんだ。どうした？何が？この先から音がする。魔物か？どんな魔物でも、さっきみたいに倒せばいいだろう。さっさと。あいつら、ペタル村の。僕たちが全部やっつけたはず。どういうことなんだ？うわあ！誰か助けて！悲鳴だ。子供が襲われているぞ！ペタル村が、とか言ってる場合じゃねえな！ああ、急いで助けよう。なんでこいつらが。大丈夫か、デフロット。別になんでもねえよ。いや、大丈夫だ。そうか。くそ。ついあの化け物どもの顔を確認しちまう。いねえのは分かってるのに。チキショ。ありがとう。助かったよ、兄ちゃんたち。こんな洞窟の中に一人で。魔物に襲われたらどうするつもりなんだ。この前は大丈夫だったんだ。村から出るのはやっぱりここが一番早いから。村？もしかして君はここ村の？うん、そうだよ。生き残りか。よかった、生存者がいてくれたか。生き残り？何それ、どういうこと？え、だってここ村は廃村になったって。そんなわけないじゃん。ここ村はちゃんとあるよ。一体どういうことなんだ。
オルタンシアの平和を本当の意味で取り戻せるでしょうか。力を得る感覚というのはなかなか悪くないものですね。
嘘をつき。あなたといると落ち着く。なんだか、ルギス様みたい。あなたが望むなら、この国の王にだって。いえ、何でもありません。あなたといると落ち着く。なんだか、ルギス様みたい。いうことする悪い手は私の斧でお仕置きしちゃいますよ。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣。あなたたちの邪魔はしないわ。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力で
オルタンシアの剣。お前さんの背中、俺に預けろ。オルタンシアの騎士たちよ、その剣を持って私と共に戦いましょう。僕のこと頼りない？力を得る感覚というのはなかなか悪くないものですね。愚かな王族に支配されるオルタンシア王国を解き放ち、正しき方向へと導く。そのために私は教皇となりました。聞くところによると、教皇の地位につく私を快く思わない者たちもいるとのことですが、ここまでの力を得た以上、私を止められる者などいないでしょう。ここまでお手伝いしてくれたこと、感謝いたしますよ。よっしゃ、どんどん来い。よっしゃ、どんどん来い。
艦隊戦で勝敗を決するのは接舷してからの白兵戦、つまり敵艦の船に乗り込んだ後の戦いだ。そいつを有利に進めるには1に体力、2に体力ってな。とにもかくにも体ができてなくちゃ話にならないってことさ。俺みたいなジジイでもまだまだ鍛える余地があったんだ。お前も鍛錬を怠るんじゃねえぞ。悪くないな。だがこの程度ではまだ足りんか。ふん、悪くないな。だがこの程度ではまだ足りんか。まだ俺にも伸びしろってもんがあったとはな。まだ俺にも伸びしろってもんがあったとはな。まだ俺にも伸びしろってもんがあったとはな。足りぬな。この程度では足りぬ。指導とは死すべき瞬間まで己を研ぎ澄ますものだ。足りぬな。この程度では足りぬ。指導とは死すべき瞬間まで己を研ぎ澄ますものだ。
この老いた身でまさかここまでの力を得ることができようとはな。限界など自分で線引きするものではないということか。この程度の強さでは満足できない。俺の目標はあくまでもお前なんだ。この程度の強さでは満足できない。俺の目標はあくまでもお前なんだ。私には訓練なんか必要ないのに。まだまだだ。俺はこれからもっと強くなる未来を切り開く。これでいい。これでまだ私は戦える。立ち上がることができる。これからももっと強くなってみせる。いつか君と肩を並べられる騎士になるために。これからももっと強くなってみせる。いつか君と肩を並べられる騎士になるために。ここで終わる器なら、とっくの昔に俺はくたばっている。ここで終わる器なら、とっくの昔に俺はくたばっている。
答えは得た。迷うことなどもはや何もない。俺はただ戦場で己を示すのみだ。お前はどうする？戦士として俺はお前にまだ負けん。だがお前がもし騎士としての生涯を貫くのなら。男ってのはか弱き女性を守るために強くならなきゃならねえ。男ってのはか弱き女性を守るために強くならなきゃならねえ。男ってのはか弱き女性を守るために強くならなきゃならねえ。俺ももっと強くならなくてはな。お前に追い越されては俺も立つ瀬がないんでな。俺ももっと強くならなくてはな。お前に追い越されては俺も立つ瀬がないんでな。俺ももっと強くならなくてはな。お前に追い越されては俺も立つ瀬がないんでな。お前は何度打ちのめされようとも立ち上がるんだな。お前はやはり本当に強い。だからこそ皆を導くにふさわしい男だ。俺も俺の力すべてをお前に託す。見事使いこなしてみせてくれ。この騎士団となら世界を変えられるはずだ。
うちの村を訪ねてきたのか。じゃあ、オイラが洞窟の出口に案内し、でも、このことは黙っててくれよな。村から出たことがバレたら、すっげえ叱られるんだ。勝手に出ちゃダメだろう。今まではそうじゃなかったんだ。なのに、外の奴とは話しちゃダメだって言われるし。なんであんな奴らの言うことなんか聞かなくちゃいけないんだよ。あんな奴ら？でも、僕たちを案内したら、結局はバレることになる。うまくやればバレやしないって。それとも兄ちゃんたち、ビビってんのかよ。なんだと？僕は君を心配して。うちの村に用があるんだろ。いいから黙ってついてきなよ。ああ、また出た！人型の魔物！また出やがった！ボス！ペタル村に現れたものと同じ姿の魔物。ここ、もしかして二つの村は。Thank you.